私は行かなくてはいけない。何のつもりだ。君と話をしたいんだけど、ゆっくり話をするにはこいつが邪魔だろ。戦う準備はいいか。勝手にしろ。Come on!
だ。切るんだぞ、今がチャンスだ。分かってる。よし、倒したぞ。倒した。なあ、それよりも大丈夫か？よかった、間に合って。苦しんでたみたいだけど平気なの？この部屋にレアモブが入っていったんだ。よし、ぶっ倒してレアアイテムをゲットするぞ。さっきのプレイヤーたちね。来ますよ。あ、待ってくれ。なあ、ここに仮面をつけた NPC はいなかったか？そんな NPC いなかったわよ。見間違えたんじゃないかしら。おいおい、急いで来たのにどういうことだよ。待てって、確かにこの部屋に入ってくのを見たんだって。急いでメンバー集めたのにどうすんだよ。アホらしい。戻ろうぜ。ちょっと待ってくれよ。まったくタイミングが悪すぎよ。ようやく仮面の NPC と会うことができたっていうのにね。それよりあの NPC、 戦っている時から様子がおかしかったわよね。ええ、私に入ってくるなとかそんなことを言っていたわね。あれってやっぱりプレミアちゃんと同じ現象が仮面の NPC にも起きていたんじゃない？おそらくは。あんなに苦しそうな状態で戦い続けるなんて危険だよね。しかも今みたいにプレイヤーにまで狙われているとなると余計に心配です。プレミアちゃんに起きた異常の原因を知るためにあの NPC には話を聞きたいんですけど。なんていうか、それだけじゃ済まない感じよね。あんな辛そうな姿を見せられちゃうと。私にはみんながいてくれました。私が襲われた時も、苦しくて倒れた時も。でもあの人にはティアと同じように助けてくれる人がいない。プレミアちゃん。仮面の NPC が一体何者なのかわからないけど、俺たちも先に進もう。もう一度彼女に会うんだ。これで決める。
くします。回復するね。よし、Thank you.
で決める。